リファイト、どうもガイです。お疲れ様です。今回のリファイトクラブのトレーニングレポートなんですけども、土日ですよね。金曜日にリモートレッスンがあって、その復習をするのと、あとは1週間のね、体をちょっと休めるためにオーバーワークをしないようにするためにね、土曜日は基本的にもう私なりにね、やっぱこうハードなトレーニングはやってないんですよ。ウォーキングもだからちょっと抑えてますね。ただだからといって何もしないわけではなくて、基本的には金曜日の復習、1週間のやり残し、そして来週どのようにしていくかってことのイメージトレーニング、こういったものに当ててるんですよね。まあいわゆるメンタルチェックってやつかもしれませんけども、で土曜日はね、ちょっと家族で公園に行きまして、で公園に行ったんですけども、ちゃんとトレーニングしてると。その公園でお父さんはね、隅っこで何をしとんじゃってことになりますけども、家族の目を盗んで少しずつね、少しずつこうやってトレーニングの練習を積んで、そして家族もね、ちゃんと無視しないようにやるということで、ちゃんとやってますよということでございます。今回その動画をちょっと長いんですけどね、ご覧いただければと思います。こんな風に土曜日は過ごしてまいりました。どうぞ。はい、お疲れ様です。リファイトクラブのガイです。今回ですね、ちょっと家族で公園に来たんですよ。で、田舎の公園ですからほとんど無人なんですよね。まあそこで春の暖かい空気の中、桜がもうね、ほとんど散ってしまって、葉っぱが混じってるところで、今日はリファイトクラブの休日をお届けしたいと思います。休日といってもね、単なる休んでただけではなくて、昨日のリモートレッスンのファイティングポーズ、シャドーボクシング、こちらを意識しながらの家族での休日になります。まあ子供と遊びながらね、奥さんと一緒に過ごしながら、まあ私はね、少しだけ、ちょっとシャドーボクシングの練習をしたってことになりますので、今日はよろしくお願いします。で、まずね、最初に、こんな図を撮りました。桜に向かって拳を上げてね、ちょっと光がいいことを指してますけども、なんかこういう風なね、拳を上げて一点を見つめると、なんとなくね、やるぞってイメージが出てくるんですよね。だからこれがリファイトクラブの格闘技を極限まで下げるっていうところですよね。まずはなりきること、自分が何者かになりきって、でそれに体と意識をついていかせるっていうところですかね。はい、じゃあ次の画像いきましょう。これはですね、私の息子の大和くんが桜の方向に向かって駆け出してるところですね。まあとにかくね、走りまくるんですよ。すごい活動量です。頼もしいもんですよね。はい、まあそれが言いたいだけなんですけどね。はい、じゃあですね、まずはこちらのファイティングポーズからね、グッとファイティングポーズを取って、ちょっとスマホをね、壁に立てかけてるんで、滑り台のところに。もうすごく不安定で落ちそうなんですけどもね。このファイティングポーズ、もうちょっとあれですかね、拳がこの辺に上がればってとこじゃないですか。どうなんでしょうか。この辺に上がって、こう肘を、こうもうちょっとね、内側ですか。こっちはどうですかね。もうちょっとこういうふうに肘を立てた方がいいですかね。拳がこうで。どんなもんでしょうか。で、続きの2枚目ですね。こちらもほとんど変わらないと思いますけども、やっぱり、こちらの方が腕が上がってないかなって感じます。こめかみのあたりになんか腕を上げると、肘がここまで上がりますんで、まあなんていうんですかね。ここら辺のガードは足でしろってことなんでしょうかね。こっちの方はどうでしょうか。動きは悪くないですかね。拳の置き方っていうのは。まずこうやって、自分のなんかね、ファイティングポーズを確かめる。これがすごく大事なんだなと。シャドーボクシングの意味の1個目、これに今気づかされて、今ね、練習してるところです。こういうところからやっていかないといけないというところがありますよね。それから横からも取ってみました。横から取って、これ多少腕を上げたんですけども、この耳からこめかみのあたりに拳を上げてね、で腕太いですね。なんかね、気持ち悪いですね。なんでしょうね。麻雀屋の親父とね、YouTuber しかしてないんで、体が鍛えられてるわけないんですけども。まあでも、このカミカミの位置と、あと目線の位置にこの拳があるのをちょっとね、意識したんですけども、いかがでしょうか。で、こっちにポンとね、振り抜いていくわけですけども、何?肩と同じ位置に、シュッと出していくのがジャブで、で、ストレートも肩と同じ位置からこう、こっちに出すってことですかね。で、戻すのをここにするってことですか。戻すのはどうしても私の場合、この辺に、肩のあたりに腕が戻っていってしまったんでね、ストレートの後、ワン、ツーの、ツーの後。それが修正点かなと思います。次の写真です。これはちょっとだけ腕をね、前に出してみたんですよ。ここへね。この辺にあった腕なんですけどもね。
で手はちょっとまた下がってるのかな、もうちょっと上に上げた方がいいですかね。この辺もちょっとご指導いただきたいと思います。で最後の1枚これ斜めから撮ったところですけども、斜めから撮るとあやっぱりね肘が落ちてますね。うん、こっちの手はもうちょっと上げて拳をここに掲げて、斜めなんでこれ肘を締めてるんですけども、こういうふうに見えちゃいます。で肘がこの辺まで上がってくるってことかなと。でこの辺の攻撃にはカットの膝で対応するということですかね。でジャブの右手は目線の位置でこっち対戦相手の方をそのまま向かってるってことにイメージされてますけど、いかがでしょうか。さあ公園といえばですね、砂場があるわけですけども、この砂場を見てねまずピンときたんですよ。おいこの四角ってリングじゃねえかと。リングの大きさにしちゃちょっと狭いかなと思いましたんで、まあ実際砂場のねコーナーに入ってみたんですけども、まあこんなぎゅうぎゅうじゃまあボクシングはできないなと思いましたんで、ちょっと他にね公園の中にリングに似たようなものがないかなと思って探してみたんですよ。そしたらまあねあったわけなんですよね。それがこれですよ、ご覧ください。そうこれねあれですよ、ブランコですよね。ブランコの横幅ってのは結構長いんですよ。でそれに比べて赤で書いても目立たないですね、白がいいかな。こっちのね縦の幅っていうんですか、こちらの方はねまあそれに比べて短くなってる長方形なんですけども、多分ねこのぐらいの大きさのどこかでリングの大きさが見つからないかなと思って、うん、いるんですよね。まあ今度ね公園に行くことがあったらブランコ4本ついているブランコね、これ見ていただきたいんですけども、リングの大きさにちょうど似てるんじゃないかなと思いまして、実際にですね実際にどれかなコーナーに座ってみました。こういうふうにね私がここにいるわけですけども、コーナーに座ってみて実際にこれがリングだとしたら、選手はこっちの方にもう一人いるわけですよね。でファイトって言ったらね中央に出かけていってこの辺りでグローブを合わせるところになるでしょ。だからそれを想像してね、この誰もいない公園のブランコのとこにこうやって、うん、なんか佇んでいるとねいろんな思いが臨場感が出てきますね。はい、実際にですねどれかなこれ見てみましょうか。はい、中央でグラブを合わせてこれから試合スタートみたいなところですね。ちょうどこの距離感がなんかボクシングのねリングと同じ大きさぐらいじゃないかなと、ちょっと広いぐらいかと思うんですけども、どんなんでしょうかね。実際に私の体と比較するとこのぐらいになります。どうでしょうか。このねリングの何ですかね、ロープですか、ロープと同じところに立ってます。これだから比較できると思いますけども、そうですね、私の体が1人分2人分3人分4人分5人分から6人分ぐらい横移動できるぐらいのこの大きさです。だからちょっと大きいのかなと思いますけど、どうでしょうかね。はい、まあでもねここがリングだと思ってブランコの中に立ってみるとちょっと一種異様な臨場感ありますね。なかなか面白いなと思ってます。はい、これはですね私なりに足のスタンスとそれからステップをちょっとね、やってみようかと思って地面に十字を書いたんですよ。で十字に合わせて足を置いてます。ちょっと見てください。はい、次は30秒ほどねフォームに気をつけて、まあ、ちょっと力を入れずに、この形だけをねシャドーボクシングやってみるところです。まあテーマはガードをちゃんと上に上げてるかってことです。カメラ目線に時々なりますんでちょっと恥ずかしいんですけども、ご覧いただければと思います。いかがでしょうか。こうやってね腕を引くところをね今スマホで自撮りしながらチェックしてるところですね。こちらの方ではねちょっと早くやってみます。どうでしょうか。フレームアウトしてますね。
ちょっと落ちちゃいましたね、カメラがね。はい、次の動画はですね、ワンツーのジャブとフックを同じところに拳を持っていくように練習してるところです。はい、同じところをね、打つようにしてますね。はい、そして今回最後になりますけども、ステップですよね。なんかね、両足が同時に出たり引っ込んだりしてるってところの指摘がありましたんで、右足で踏み込んで左足がついていく、そしてバックするときは左足が引いて、そしてまあ前足がついていくみたいなことをね、ちょっと意識してやっております。でこちらの方を再生してみましょう。でちょっとスタンスを守りながらねやってますんで、で下と上を連動させるのがまあ難しいところかなってところですよね。横移動もしてますね。はい、横向きでやってます。どうでしょうか。やっぱり、ね、戻りすぎないことですね、ここはね。スタンスを守りながら意識してます。はい、いかがだったでしょうか。まあ多少ねチンタラしてるようには見えますけども、こういう風にゆっくりじっくりと確認しながらやる部分と、あとは多少のねスピードをつけながら力を込めながら、多少ブレてもいいからガンガンやっていくところと、こう組み合わせながらバランスを取っていこうというところでございます。で、おかげさまで、こちらのね、五十肩の方は、だいぶ腕が上がるようになってきたのと、まあ、拳をね、むちゃくちゃ振り抜かなければ、打てるようになってきました。ただやっぱり軌道が安定しないところと、こっちがね、安定しないんで、こっちがちゃんと打てないんですよね。それだったらジャブ打たずに左だけ打った方がまだ調子がいいぐらいなんですけども、まあそういった全体のコンディションを確認しながら、今できる最大限のトレーニング、特に今はね、スタミナをしっかりつけることと、あと、フォームはゆっくりでいいから固めることがすごく大事かなと思いますんで、今日はステップの方とね、あと腕を上げるってこと、この2点に気をつけて、こう、前に出るときはこっち出して、こっちがついてくる。後ろに引くときはこっちを引いて、こっちを戻す。その時に戻りすぎないことね。もう、変な棒立ちにならないようにすることとかね、意識したり、スタンスをちゃんと広げていくこととか、まあまさにまた腕をねちゃんと上げていくこととか、この辺を自分なりに復習してまあチェックをいただければなってことですよね。で、リファイトクラブではこういう風にね、まだメンバーが少ないんでマンツーマンに近いレッスンを受けれますけども、やっぱり人数がね3人4人と増えてきたりとか、5人10人とかになってくると、とてもじゃないけどここまで細かいことできませんので、今がチャンスだと思うんですよ。まだ会員さんがね何十人もいないうち、本当にまだね数名のうちとかっていうのが、あのみっちり自分だけ鍛えてもらうチャンスだと思いますので、リファイトクラブね、ご覧になっている方は今のうちに入会された方がいいと思います。まずお試しからでもね、いいと思いますんでね。金曜のリモートレッスン、ぜひいらしてください。それではお疲れ様です。